こちらのニューエンジェルコットン綿100%の糸を使って帽子を編みたいと思いますセリアさんで購入しました、えー、こちらの糸は前はこのようなラベルだったと思います使用後数 またあの、えー、標,標準ケージなどは変わっていないので同じタイプのものだと思いますでは、えー、今回は2本取りで編んでいきますでは編み方を説明しますこちらが段数になりますこちらが目数になります ここから編み始めます1段目輪の作り目で立ち上がり鎖1目編んだら細編みを12目編み入れますこれがこのバッテンが細編みこれが立ち上がりの鎖目を意味します2段目 2段目は最初に細編みの増し目この V は、えー、この記号の略したものになります。細編み一目目回の増し目を意味します。1目の中に細編みを2回編み入れる記号になります。 最初に増し目次は普通にそのまま細編みを1目増し目細編み1目増し目細編み1目という形で繰り返して18目になります最後は増し目をして細編みで終わります3段目は細編みを2目編んだら増し目 2目編んで増し目これを繰り返します最後、細編み2目で増し目で3段目が終わります24目になります4段目最初に細編みを1目編んだら次は増し目次からは3目 細編みを編んだら増し目3目細編みを編んで増し目これを繰り返しますで最後増し目が終わるとふ 2, 2目、えー、目が余るので細編みを2目編んで終わります最初に1目編んでるので最後は2目で終わる形になります 間は3目3目になります。そして4段目は30目になります。5段目は4目細編みを編んだら増し目。4目細編みを編んだら増し目。これを繰り返します。最後も4目細編みを編んで増し目をして終わります。5段目は 三十六目になります。六段目からはえ細編みの部分を数字で表しさせてもらいました。バッテンを書いていくと書き切れなくなるのでこのようにさせてもらいました。二目細編みを編んだら増し目。五目細編みを編んだら 6目目に増し目5目編んだら増し目5目編んだら増し目を繰り返していきます最後は増し目をしたら3目細編みを編んで終了します最初に2目細編みを編んだので最後は3目細編みを編んで終了します間は5目5目 でし6段目は42目になります7段目は6目細編みを編んだら斜め目に増し目6目細編みを編んで斜め目に増し目このように繰り返して編んでいきます最後も6目編んで増し目で終了します そうすると7段目は48目になります8段目は3目編んだら4目目に増し目その後は7目編んで8目目に増し目7目編んで増し目7目編んで増し目,増し目を繰り返していきます最初に3目細編みを編んだので最後は 四目編んで終了します。そうすると、五十四目になります。このように、編み進めてください。そして、十四段から二十八段は。増し目なく。十四段から。 28段は増し目なく細編みを84目編みますそしたらここまででえクラウンは終了になりますここからはブリムを編んでいきますクラウンは 6目ずつ増し目だったんですけどブリムは12目1目を機に12目ずつ増し目をしていきたいと思います。1段目は6目編んだら増し目6目編んだら増し目6目編んだら増し目,目,増し目で最後も6目細編みを編んで増し目で終了します96目になります。 2段目は増し目なく96目細編みを編みます。3段目は4目細編みを編んで5目目に増し目。その後は斜め編んで8目目に増し目。斜め編んで増し目。斜め編んで増し目,増し目を繰り返します。で最後は最初4目細編みを編んだので3目。 細編みを編んで終了しますそうすると108目になります4段目は増し目なく細編みを108目編みます5段目8目大きに増し目8目編んで増し目になります繰り返して最後も8目編んで 増し目で終了しますで120目になります6段目は増し目なく細編みを120目編みます7段目、えー、ここで最後になってしまいましたが、えー、5目編んで増し目その後は9目編んで増し目9目編んで増し目これを繰り返して 最後増し目を編んで細編み4目で最初が5目だったので4目細編みを編んで終了しますそうすると7段目は132目になりますここで糸が、えー、ちょうど終わってしまったので、えー、ここで終わりました終わっても支障がなかったので そのまま終わるようにしました、えー、まだ、えー、もし編めそうな方はこのように編み進めてもいいかと思います、えー、日差しの幅が、えー、その分増えます、えー、今回編んだ2本取りの糸で、えー、編むと、えー、ここ1段から7段まで えー、4センチから4 5センチぐらいの幅になりました、えー、それで良ければ、あのー、それで終わってくださいどうしてもそれ以上幅を出したいよっていう方は、えー、このように、えー、編み進めてもらってもいいと思います ここまででちょうど四玉使用しました。一玉二十五グラムなのでちょうど百グラムぐらいの帽子になります。そしたらこのように出来上がりました。えー、しっかりとしたちょっと自圧な あのー、編み上がりなので、えー、ここのつばのところに、あのー、こう芯を入れなくてもうーん久しぶりにもなるしおしゃれな感じに,に編み上がったと思います。 このようにリボンを作成しました。えっとこちらのテープはえ幅が四センチあったので半分に折って二センチにしてアイロンをかけました。 60cm でカットして 1cm ずつ重ねて真ん中を縫ってそして別にこれこの 4cm 幅の幅を 6cm カットして。 このように、えー、テープの縫い合わせたところの部分を隠すようにこのようにまた上から重ねて裏裏の部分ここら辺を 縫いましたちょっと黒で見えづらくてすいませんでこのように、えー、縫,い縫い目が隠れるようにしてこれを帽子にこのように でし、えー、ブリムとクラウンの境目の部分に縫い付けたいと思います、えー、縫い付けるのはこの下の部分だけでいいと思いますこの下の部分を、えー、糸で縫い付けたら完成になります ぜひ編んでみてくださいありがとうございました